不正疑惑で話題のチョ元長官の後を継いだチュミエ元法務部長官、その後を継ぐかのようにまたしても不正疑惑が報じられたようです。記事によると、チュミエ法相の息子が兵役中に特別待遇を受けていたとの疑惑が持ち上がった。徴兵制の隣国では世論が軍生活の扱いに極めて敏感。チョ前法相に続く親族の疑惑浮上に、保守系の中央日報は、文政権への批判を強め、チョ氏シーズン2に向かうと報じた。同紙などによると、チュ法相の息子は、陸軍カチューシャ在韓米軍内含む一等兵だった2017年6月5日から23日まで病気休暇を取った後、部隊に復帰せずに釈然としない理由で、4日間の個人年次休暇をさらに取得した。息子は、翌年8月に特に問題なく満期除隊した。当時チュ氏は与党共に民主党の代表だった。隣国軍では休暇から復帰しなかった場合は直ちに脱営とみなされる。メディアは野党国民の力旧未来統合党所属の国会議員が国防省から受け取った17年の軍事裁判所の判決内容として、休暇を取って17分遅れで復帰しただけで懲役6ヶ月となった事例もあったと報道。3泊4日の休暇後、復帰せずにサウナやネットカフェを転々として40時間後に出頭した兵士には懲役1年、執行猶予2年が言い渡されたという。社説で、チョ前法相のケースでは高校生の娘の論文問題に続いて、表彰状、インターン経歴証明書、奨学金関連疑惑が次から次へと提起された。チチチャンスという特典がどのように普通の若者から大学医学専門大学院入学の機会を奪う不公正な結果をもたらしたのかを見せたと主張。チュ法相の息子の軍休暇をめぐる論議も類似した流れにあると続けた。休暇延長の可否を所属部隊将校に電話で尋ねたのはチュ氏の補佐官と名乗る人物とされる。休暇は延長され、部隊長は自身が承認したとしているが、軍には関連記録がない。社説は、外から電話で、しかも本人でもない第三者が休暇延長に関して尋ねるのはとんでもないことだということを、軍服務を終えた、または、今、軍で服務している国民は分かっている。普通、兵士たちは考えすら及ばないと指摘。若者たちは、母チャンスを使わずに、このようなことが起きることができるのかと問い詰めていると非難した。さらに、社説は、当時の軍高位幹部は、主氏から、息子が、平昌冬季五輪の通訳兵に選ばれるようにしてほしいと頼まれたと話したとも言及。事実であれば、チョ前法相の場合のように、親チャンスのカードは何度も使われたのかもしれない。機会は均等で、家庭は公正で、結果は正しくなければならないが、文政府のスローガンだ。母、父が、誰かによって、大学への道が変わり、軍生活が変わるなら、そこは、均等、公正、正義とはかけ離れた世界だと論断した。隣国の政府関係者で不正を犯さなかった人は、いるのかなっていうぐらい不正疑惑が頻出していますね。チョ前法務部長官においても、娘の不正入学疑惑に始まり、内部監査もみ消しに関与した疑いなど通称、玉ねぎ男と称されるほど、ありとあらゆる様々な疑惑で持ちきりになっていたのが記憶に新しいですが、隣国の過去の大統領においても前大統領は逮捕されるなど、驚くほどのありとあらゆる不正疑惑の連鎖が起こっています。相次ぐムンチャンの側近の不正疑惑、ついに支持率にも影響をもたらしてしまったようです。記事によると、最近隣国のムン大統領に対する20代の支持率が30から60代とは違った流れを示している。チュミエ法務部長官息子の軍服務特権問題に最も敏感に反応しながらだ。11日、世論調査専門機関である隣国ギャラップによると、20代を除く全年齢帯で8月第2週調査で支持率は最低値を記録した。8月上旬に国会を通過した不動産3法と、後続の不動産政策発表に対する否定評価が反映された影響だ。
30代 60%、43% で、下落幅が最も大きく、文大統領支持率も、就任後、最低値である 39% を記録した。20代支持率は、8月第1週と同じ 38% を記録するなど動揺する様子は、それほどなかった。不動産企業、トモアのユン・テゴン政治分析室長は、586世代にとっては、不動産イシューが重要だが、20代は、カンナムやマンションについての話からは距離があると説明した。つまり、住居価格を安定させるという政府発表に一喜一憂する必要がないということだ。その代わり、20代支持率は、9月第1週調査で大幅に下落した。8月、第4週 40% から 10% ポイント下落した 30% を記録した。他の年齢帯では、2から 4% ポイントの小幅下落か、反騰を示していた。隣国ギャラップの保人事取締役は、正直言うと、これ以上低くなる余力があるのかと思うほど、20代支持率が落ち込んでいるとし、諸国前長官辞退後、下落した支持率がコロナで回復するかと思われると、公正という話題が再びイシューになって下落していると話した。朱氏の息子の兵役イシューが影響を及ぼしたという指摘だ。実際、20代支持率は、インチョン国際空港公社自体が大きくなった直後に発表された、6月第4週世論調査 41% で、前週よりも 8% 下落した。静かな日がないですね。ひどい国になったものだ。未来がないよ。ムンさんの側近でしっかりした人間はいるのか。隣国人男性にとって、兵役は、行きたくはないけども、行かざるを得ないものであり、芸能人、スポーツ選手においても、兵務長は、どんなに請願等があっても徴兵することに躍起になっているほどです。機会は均等で、家庭は公正で、結果は正しくなければならないが、ムン政府のスローガンだ。とのことですが、ムンちゃんの側近、娘を不正に入学させたり、息子を兵役において特別待遇させたり、そのスローガンの実現が現実とかけ離れすぎていますね。また、さらなる玉ねぎの皮が剥がれなければいいのですが。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？チャンネル登録、高評価もお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。